では次にあなたの今回の希望金額と投資形態を教えてください。えー、希望金額は五百五十万、投資形態は投資もしくは融資でお願いいたします。タイガーファンディング新しい未来をつかみ取れではどうぞ。 失礼します今宵も一人の志願者が己の野望を胸に捕らえと挑むではまずご経歴をどうぞ岡崎大蔵41歳兵庫県から参りました最終学歴は高校卒業現在の職業は株式会社エッジフォワードという会社で代表を務めております では次にあなたの今回の希望金額と投資形態を教えてくださいえ希望金額は550万投資形態は投資もしくは融資でお願いいたしますえあなたが思い描く未来の姿はプロポーズをしたいという男性にワンストップで全てを代行してくれるプロデュース会社の認知を広げてコロナ禍で疲弊している婚礼業界を再度盛り上げ新しい結婚式の形を作りたいですではオールワナセン新しい未来をつかみ取れ キャャッチーファンドそれでは岡崎さんのもう少し詳しいご経歴を教えてください、えー、私は千葉県千葉市で生まれまして、えー、主に東京埼玉で、えー、過ごしました、えー、そして高校卒業後にすぐに倉庫会社に就職をいたしまして、えー、飲食業、えー、ウェディング業界、えー、広告業界を経まして、えー、29歳の頃に、えー、拠点を東京から大阪に移しまして1回目の独立をいたしました ただウェディング業界の思いが忘れられずに関西にてもう一度ウェディングを勉強しようと思いまして約3年そこからウェディングで下積みを経まして2014年4月にエッジウェディングという屋号で個人事業主として独立をしまして2020年7月に法人化いたたししました今回の授業プランをもう少し詳細に教えてください今回の授業プランは2015年から私,私どもが手掛けておりますプロポーズのプロデュースという事業がございまして こちらをです、ね、さらに拡大させかつプロポーズを依頼するのに外注業者がワンストップでやってくれるという認知度を広げてプロポーズのリーディングカンパニーになりたいというふうに思っております、はい、少し具体的にやってらっしゃるこのプロポーズのことについて皆さんがイメージが湧くように説明しててももらっいいいですかはありがとうございます。 まずプロポーズをするというふうにな,った、えー、なる段階で、えー、男性1人で考えられる方もいらっしゃれば、えー、まずは何を手配していいか分からないという方さまあ、様々いらっしゃると思うんですが私どもが、えー、ターゲットにしておりますのは、えー、どうしていいか分からない、えー、ホテルレストランはどのように手配したら手伝ってくれるのか分からない、えー、彼女がそもそも、えー、プロの映像プロの写真をプロポーズの時に入れてほしいとももともとリクエストされているけれども結局どこに頼んでいいか分からない。 えそういった方々に関しまして、私どもがホテルの手配、レストランの手配、え進行の作成、エビアを一緒に買いに行くっていうところから当日までフルサポートするというワンストップでフルサポートするというのがこのプロポーズのプロデュースという事業になります。基本的にこれはえっと彼女にはサプライズっていうのが多いんですか。はい、えー、サプライズにはなるんですけども、えー、すみません裸眼ですが約5割の方々はもうプロポーズをもう待ってらっしゃる。 いつプロポーズもしくは入籍日が何月何日というふうに2人で決めていて分かってるよねこの日までにプロポーズしてよねというような男性が相談来ることが肌感としては半分ぐらいかなと思っていますこれ結構税理士法人レディング代表木下隼人相続の専門家としてコンサルティングを軸に事業を拡大全国の税理士を対象に自身の知識を継承し業界に学びの場を生み出す 人のの思いをを次世代へつなぐタックスインンフルエンサーは志願者未来をどう試算するこれ結構実際ニーズあるんですかはい、えー、ありがたいことに、えー、2015年から始めまして2020年までは約40件ぐらいだったんですが、えー、コロナ禍になりましてありがたいことにこう考える時間ができたっていうところがありがたいことにありまして大阪神戸のみなんですけども2020年,度だけであ2020年までで40件で2021年のほうが61件。 あります。伸びているんですね。はい、これは、まあのま大阪神戸だけじゃなくて、まあ同じように日本全国おそらくニーズはあるだろうってことですね。はい、あの主観で大変恐縮ですが、あの大阪神戸でこれだけの件数が出てるということは、東京に持ってきても逆に流行るんだろうというふうに自負があります。こういうサービスがあることを全然知らなかったんですけど、結構前々からあるサービスなんですか？えっと事前にあの問答集というのを別に作らせていただいたんですが。 今のところ私がウェブで探している限りと、えー、周りの仲間内に聞く限りでは全く我々と同じサービスを提供している会社っていうのはないです単<価>藤野コーポレーション代表大阪源一生まれ育った町池袋で飲食事業を展開ここでタンポポを意味する社名に込めるのは丈夫な根を持ちアスファルトに花を咲かせるほどの生命力飲食業界の雰囲気が未来ある綿毛を世に送る新たな風を吹き込む 単価っておいくらぐらいなんですか。平均だと思うんですけど。はい。えっとこれは指輪ですとかホテルやレストランの御社に払う成果報酬と言いますか。はい。えっと昨年度の61件の合計売上を単純に件数で割り算すると約19万でした。19万円。はい。まあもちろん内容によって変わるって形ですね。は最低いくらぐらいとかなんか。はい。失礼します。はい、すみません。はい。えっと最低ですと。 えー、昨年は一組だけだったんですけどもプロデュース量だけっていう方もいらっしゃいました。あ<ー>はい、それが5万円5万円から。最大は最大は <laughs>、えー、昨年の12月の10日で、えー、今回の別途資料に、えー、確か、えー、7 8ページ目ですか9ページ目ぐらいに進行表を載せてるんですね実際に私が作った進行表なんですかプロポーズの。それが実際に私が私どもが作っているプロポーズの当日迎えるにあたって。 各取引先とお客様に渡している進行票なんですが、あの、その方には昨日、あの、許可を取って名前出していいっていうふうにあの言われてましたので、ミキ様という方なんですけども、まあ、その方は、まあ、あの、細かい見解がちょっと個人情報なであれですけど、え超えはい。えー、プロポーズに総額は超えてました。U に超えてます。やるね <laughs> ああ、この人ね。はい。U に超えてます。ああ、指輪も含んでる。 っていう感じですか、ね。あ、えっ、ー、と、この方は入でで、ね、入れないで。入れないで。はい。プロデュース料だけですとか、ね、オプション料金ですとか。えー、私もが提供するオプション料金、プロデュース料。うん、その。ああはい。まあまあまあ、一生に一回っていう。幻想、あ、じゃ、幻想じゃない。なんで、何で何言ってんすか。え、<laughs> 間違えちゃった。<laughs> このプランって具体的に。ちょっと、まあ、箇条書きで書いたんですけど。はい、どんなことをしたのか、ちょっと教えてもらっていいですかね。あ、はい。 はい、はいえー、とまず、えー、とその答えを申し上げる前に、えー、その方と他の今までの方が何が違っていたかということなんですが、えーと私,どもとえー、私どもでその方をお手伝いする前によくやっていたのは、えー、一番多く組数を担当させていただいているホテルがありましてそこがあのチャペルを使わないでちょっと水辺の橋、えー、みたいのがありまして。 なんか箸っていうのはこう2人が出会うみたいな感じのイメージの写真も撮れたりするのですごい人気なところなんですけどもそこでなんて言うんでしょうえっとよくて写真と映像プロの方入れるぐらいだったんですがその方が決定的に違っていたのは例えば2人の思い出の場所に事前に別日に会社休んでいただいてでえっとそこに私とビデオカメラマンと同行してでえっと思い出の場所を歩きながら思い出を語っていただく。 っていうのでまとめた編集動画をプロポーズをする直前に席を、えー、男性がトイレで席を外すんですけどもその席を外したタイミングで我々スタッフが「お連れ様からお預かりしてます」っていうことでお渡しして直前動画でその彼女に対する今までの思いを語っていただきながらでも絵は思い出の場所を、ま、巡っているという直前動画っていうのを作りましてでかつ、えー、映像と写真のカメラマンが2人体制。 まあそういったものをオプションで入れているっていうところがまず根本的に違うので写真と映像というところはかなりこだわった、うん、一番コストが重いのは多分映像ですよね。そうあたらいやえっとあでもそうですね、うん、そうですねなるほど、はい、映像が入っているから単価が高いと、はいそれを映像制作までしますとですね映像もはいうんそちらは全部自社でやられてるんですか、うん、はいえっと外注の取引先を使っておりますがすべ<あ>て自社でるんですほどはい。 外注の取引先を使って自社ということですか。あ、失礼しました。えっと、私どもが運営をしていますけれども、えー、映像を撮ったり写真を撮ったりするのは外注になります。すはい、はい。結婚式の授業、私ども行っておりますので、うん、結婚式の授業で写真や映像をお願いしている会社様に、そのままそのクオリティで。作っていただいてます、うんうん。なるほど。ウェディングプランナーのプロポーズ版ってこといいんですか、ね?。はい。おっしゃる通りでございます。なるほどプロポーズをワンストップでプロデュースする新しいウェディングビジネス。 海藻藻、虎たちを虜にする志願者。業界で積み上げた男の実績に虎がうなる。すごい、僕はあの、なんか、あの、プロポーズは確かにお金かけるんだろうなーって思うんですけど、やっぱこう、なかなかこう、そこまでロマンチストな男性が、ぶっちゃけ世の中そんないるかなみたいな。まあ、ブルーオーシャンって書いてあるんですけど、 ブルーオーシャンの中に魚いねえんじゃねえかなみたいな感覚になってるんですけどど,どうですか<う>この日本に、はい、い,まいますかねあの私たちおっしゃる通りでしてえっとそこまでの数はいないとは思っていますですのでえっと数字を出したわけでもないですけどもこれはあのうちの広告運用している方に言われたんですけどももうすでに岡崎さんは神戸大阪ではもしかするとこの業界のこの えー、ワンストップで行うっていう会社仮に個人で出る方が何人かいたにしても,もうすでにパイは一番取ってるんじゃないですかとも言われてはいるんですが、まあ、逆ににパイを取りりやすすいいいい分おっしゃる通り魚がそんなにいなということは考えられますただ一つだけ、えー、このコロナ禍になりましてウェディング業界かなり疲弊しておりますニュースでもやっておりますがで結婚式をもう皆さん以前のように100人とか80人200人であげるっていうことをそもそももう考えなくなっていて。 お金ををそこに使わないといとう相談をもう事前にされていてい結婚式いつできるかわからないから前取りぐらいをしようねとかそういう話が出たりしていることも男性は聞いているのでそれであれば、まあ、結婚式で本来使って半分ぐらい家計として家計といいますかええー、と,として出す分だったものをじゃあプロポーズの部分に切り替えて使おうという方がいるんではないかというふうには思っています。 まあ思ってもいますしこれを実際に相談に来るお客様に必ず最初になぜうちを選ばれたんですかですとかいくらぐらい使う予定ですかっていうアンケートシートを取るんですけどもそれの集計でも出ていますこの結婚式、まあ、披露宴とかに費やす、まあ、予算を、まあ、これ費やさなくなったのでこっち側に予算配分がしてくれるみたいなイメージなんですかね。 はい、あのそこを正直最初から考えてたと言いたいところなんですけどもあの結果のそうなったと思った結果としてはそのコ,ロナにコロナ禍になって、はい、まあその予算使わないからこっちの方に予算配分がされるであろうっていうことですかはいえっとそうですはいなんかこの必要資金の内訳で広告宣伝費が入ってるじゃないですか、はい、600万約半額はいなんか僕はなんかこれってなんかその訴求がやりたいよう 引きき起こさななゃいけないけからやっぱそういう意味だと TikTok でもう自社であのプロポーズした方々に、あのー、多少割引する代わりに TikTok にこの動画を流させてくれみたいなのでやった方や,やったらなんか600万もかからないんじゃないかなって思うんですけどどうですか、ね、はいあのそれは弊社の今年の4月から2人新卒が入社するんですけどもその子たちがやっぱり TikTok 世代なのであ<ー>いいいそういう話を私がしてみたんですけども。 岡崎さんそれバレていうてしまうっていう、まあ、今ですら今でも YouTube 載せてはいるんですけども、うん、それは検索をしなければ見られない動画になっているのでアナリティクスを見ると男性がやはり83%ぐらいなんですけども、えー、なのでの本当に本格的にバレてしまうので女性にこういうことをしている会社があるということを。<laughs> あそういうことか。はい バレないいようにプロモーションしてあっえっとバレ、えっと、先ほども申し上げたようにあのもうサプライズを守る手ではいるんですけども正直今日される例えば昨日もプロポーズ実はあったんですけどもその方も今日されることはもう分かっていたですけどもその期待値をどう超えるかと我々がどれだけ頑張って100%の渾身な演技をしてバレないように持っていくかっていうところがまあ我々の特徴なのかなと思っています。はい、ただそのえこういうい会社がある でそれが例えばですけどありがたいことに TikTok でバズったっていうふうになってしまうとそもそもこういう会社があるっていう認知度がどん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 女性の方に広がってしまうのでえっとそれはそのサプライズをやった後にもバレたくないってことですかここを使ったこの業者を使ってやったんだってことをバレたくないってことですかその相手側にああではないですえっとこれからプロポーズを控えている男性の彼女さん側にバレてしまう可能性があるそれそのプロポーズが終わってから配信すればいいんじゃないですか TikTok を配信する,信する多分今話してることがちょっとずれていて失礼しました多分彼は 自分のところの会社の存在自体が若い女の子たちに知れすぎてしまうとって言ってるんだけどあんまりそれ関係なくないかなって僕は思っちゃうんだけど考えすぎけですか <laughs> 考えす,すぎなのかもしれないんですけども,も認知上げないと、はい、そもそもだってニーズ喚起ででできなくなくいすすかあ、そうですだからプロポーズを業者に頼んでなんかこんな大々的にできるんだってのをまず広げないと男性が知らないってことなんで。はい あったら方がいいと思うんですけどね、まあ、そもそも YouTube やられてるならもういいんじゃないかなと思っちゃうんですけど、まあ、仮に女の子がそれ見たとして <laughs> いざ自分がプロポーズ受けるときにあそういえば TikTok であんなんやってたからあの会社かもわかんないとかそう思わないと思う確確かにんで、ね、考えすぎだと思うそのシーソース2人。 それ,のそれの理屈で言ったら「ディズニーランドどうするの?」みたいなねとかねんかそういう場所が「このホテルどうなの?」とか「はい、このホテル行った時点でプロポーズじゃん」ってもう大体分かかってますからちょっとあの母数がもともとそんなに多くはなかったんですけども、まあ、今ありがたいことでそれ,、まあ、それだけと言いましても、まあ、私たちの中ではまあかなり事業の売り上げを占めるぐらいの売り上げになってきたので、まあ、多少ちょっとこう間口が狭くなっているっていうのと希少価値上げた方がいいんじゃないのかって勝手に自分が考えているところは あったかと思うんで貴重なご意見ありがとうございます授業内容の都合上会社の存在を隠しながら商品の認知度を広めたい志願者その矛盾に虎たちが目を光らせる次回中盤戦事業計画の全貌に迫る敵に回しますよねこの表現はね悪気はないと思うんですけど申し訳ありませんいや全然何で創業が問われるってみたいな